さあ、それではスーパークラスは3本ずつです。1人3本ずつの予選となります。2本目いきましょう。鈴木達也、鈴木もうまい選手です。いけるか。先ほどトラブルがあった燃料系トラブル、ここまではいけている。いけるか。1本ここで決めていきておきたい。大花修一郎です。石鹸3番流れちゃう。2コーナー流れましたね。さあ、たるみです。優勝候補の一人かもしれません。惜しいね。ちょい流されたね。惜しい。いや、車高低いわ確かに。手前から来ちゃったね。さあ、Mチャレは久しぶりになりますね。車はすごいよく仕上がってるね。そうですね。おー、できた。いけんのか。それいけるの。おー、なんだ。上げちゃう。堀戸さん出ました。高橋雄一を止めるいいじゃない。止めろ。3脱でしょ。あー、向かってきた。いいぞ。しっかり収まっている。藤田のチャレンジが始まる。いけるか。お、乗り出しいいんじゃねえの。これ決まるんじゃないか。1本目おいさあ、藤田へ体がついていくか。だだ流れちゃう。流された。お、いいじゃん。欲しい。三脱がいらないな。最高のクラスとなります。スーパークラス決勝トーナメントは開始します。後ろから追いかけます。さあ、少し差が開いて、ちょっとこれは流され気味になるのを追いかけて、同じく流れた山口浩二。さあ、その高宮、同時に振ってきたのは中村大輔だ。距離を詰める。さあ、木に思いっきり振ってきたのは高橋。そして必死で、これはまだ初めも追いすがるが、今高橋選手いい走りしましたよ。先行でアドバンテージ取ることができる。ゴブとゴブでの戦い、ちょっと流された。鈴木達也戻っちゃったね。さあ、注目の一本となります。同時に振ってきた。ちょっと流され気味になるか、藤田雄介。おー、いい距離だ。後追いです。この後追いの距離感いいぞ。さあ、飛び込んできた。少し離されるが、ちょっと山口選手ちっちゃいですね。うわ、これまたぴったりついてきた。勝負かけてきた垂水淳。さあ、飛んできた。これは食いついている。タルミアッシュしっかりと浜田はじめを捉えている。あ、しかししっかりこれは詰めてきているぞ田中。さあ、遠い田中。これはちょっとインになる。インラインになる。インカットになる。これが作戦成功するか、それとも失敗と終わるのか。そして山口浩二。大花ビーム炸裂。大花ビームすごいね今日。決勝トーナメントファイナルです。決勝戦です。はい、タルミがまず前です。いいね、中村が同時にいった。さあ、しかしこれはまずタルミが流れるように逃げますが、スーッと、もう一度サドンデスに突入ということになります。タルミはまだ取り返す実力がありますが、ここも少しマシンの間隔が空いた。少し中村膨らんだ。タルミがコンパクトに回っていく。
見事スーパークラス決勝トーナメント制したのはゼッケン13番中村大輔、おめでとう。スーパークラス優勝おめでとうございます。優勝しての一言お願いします。素直にもう嬉しい、楽しめたんで、それが勝負で、あとは、今日はスポッターに、藤野さんにやっていただいたんで、それが、8割ぐらい。ありがとうございます。